みなさん、こんにちは。しほりみチャンネルのしほと、いいみでーす。はい、というわけで、今回はね、ケンタッキーでお肉を買ってきました。はい、でね、そのお肉で、今回は大食いチャレンジをやっていきたいと思います。初めてですね。初めての大食い。そうですね、TikTok とかで、あったんですよ。そうなんだ。リクエストが。あー、リクエストお願いします、ね。大食いしてくださいって言われて。そうですね。はい、ありました。はい。ということで、今回はね、ケンタッキーでやっていきたいと思います。はい。あのね、今ね、お家で過ごさなきゃね、いけないので、お家でね、食べたいと思います。うん。こんな感じで。じゃじゃーん。じゃーん。買ってきました。じゃあ、これをちょっと盛り付けようか。うん。はい、ということで、お皿に盛りました。やばいね、やばいね。これなんか食べれる？食べ大食いなのでね。でも、あの家族4人で、今日はパパもいるので、はい、家族4人で食べたいと思います。はい、食べれますか、パパさん。久しぶりじゃないですか。生きてますかってコメントあるかもしれないよだって撮影にパパ最近いないよね。パパの声ないじゃん最近。生きてますか？コペコだよ活気がないね、声にねはい、じゃあ食べましょう。はい、じゃあいい、せーの、いただきます。もういいよ。骨付きとね、骨がないやつ。あ、そうそうそう。ティロンです。ティロンです。ティロンです。かわいいです。いただきます。はい、いただきます。意味いいですか？もういいですよ。ばっくり言ってってください。ばっくり。これパパも食べていいの？もちろんでございます。みんなで食べると食べきれない。どう、しほちゃん。久しぶりのケンタ、美味しいです。うん、なんかね、骨がね、ないのと骨があるのと、うん、あ、これは骨なしかな。どう？味は一緒？久しぶりだよね、ケンタッキー、うん、去年のクリスマスもさ、ケンタッキー買えなかったんだよね、行ったらね。そうなんですよ、もう終了って書いてあって、売り切れてて、うん、美味しそう。1年ぶり？1年まで大げさじゃない？あ、1年ぶりか。1年ぶりぐらいで。うん、久しぶりだね。うん、でしょ。うん、なんで骨がないやつがあるんだろう。ね、骨を取るのか。どうやって取るの。ね。ね。うん。薄くしてるんじゃない。ケアブちゃうか。うん。もう春休み終わりだね。ね。あともう一日もいい、うん、やば、うん、楽しみだね。うん、クラス替えだよ。うん、やばいね、リミどうする。まずクラスだよね。楽しみだな、発表。じゃあリミはクラスじゃない。うん、何が心配？先生、先生が心配。うーん、大丈夫だよ。私たち、私が嫌いだった先生、みんなちょっと行っちゃったからもう大丈夫だよ、うん、ママもう2本目行ってました、勝手に。父ちゃんも2本目。ママ2本目、うん、なんか遅くない？パパ、え、パパずっと待ってたんだけど。あ、そうでしょ。どうしよう、だって別にそんな自分のペースで食べればよくない？なんだよ、家族割れ、家族仲間割れじゃあ私も2本目いきます。はい、リミも、おー、いける。2本目日本はいけるでしょ、さすがに。リミだって、三角、まずリミ4本いけるって言ったもんね。4本いけないと思う。ほんと？頑張って。これ夜ご飯もかなってるんだよ。お昼と夜ご飯で、うん、カリカリの部分おいしい。カリカリおいしいの。うん、あ、米食べたくない。え、油っぽいか。大食いなのに。ご飯は別腹。
そんな人聞いたことある？皆さんこれ名言ですよ。ご飯は別腹。ご飯はデブの人しか言わないセリフだもんね。飲み物やばくない？ご飯は飲み物、うん、喉乾いちゃう。久々に出てきたと思ったらなんていう発言をしてんですか？ウケる、うん、今度からさ、うん、お米持ち歩こうか、ね、飲み物だからね。やっぱ喉乾いたぞ、お米出せばいい。ふ、ね、りかけは炭酸だね。じゃあ納豆は？ん？納豆はタピオカ。うん、つぶつぶつながり、うん、気持ち悪くなっちゃった。違う、何、うん、だってご飯だよ。タピオカとご飯って合うの？あ、そっか。納豆とご飯合うの？なるほどね。適当に言ってるから。あ、卵は、うん、卵かけご飯、オレンジジュース。うわぁ、黄色いだけど。ご飯以外みんな飲み物じゃんね。もう止まってるけど大丈夫、大丈夫、ね、どうしよう、お腹が空いた。え、食べないよ。お米も食べて。本当に、じゃあ食べないよ。お米キー丼が最強だね。じゃあ水なんだからお米食べないよ、パパは。お水、でもちゃんとここにカメラに丼ぶりを見せるんだよ。これも食べます。ちょっと食べよう。食べたらね、うん、ね、うん、おいしい。水が詰まった。水が詰まった。三つ目いきます。うん、独自食べちゃったんだけど、三つ目ママも三つ目いきます。おいしいね。リミもご飯食べるんでしょ？結構おいしい。うん、おいしい。おいしい。飽きてきたら、このなんかもう買ってきました。業数で、業務スーパーで。チーズ？チリガーリック味ですね。フリフリシーズニングパウダーが、あ、フライドポテトやポップコーンに振りかけて、だって料理の味付けや風味付けに。ニンニク、うん、ちょっと辛い、ちょっと辛めのニンニクかな。唐辛子も入ってるニンニクパウダー。もし飽きたらチリだから。うん、しーちゃんすごい。4個目、4個目まだいけんの？まだ全然。え、でもまだ2個目の半分に骨があるやつがいいの、次。どうしよう、これ骨かな、これ骨だね、うん、次4個目いきます。すごい、パクより早いじゃん。え、もう4個目でしょ？もうも3個目おい。おい、3個目、あ、3個目だったんだ。大丈夫なんだ。じゃあこれいきます。うん、てかすごい油なんだけど。やだ、開けるとこない、開けるとこがないぞ。やだ、開けるとこじゃないか。ね、めっちゃぬるぬるじゃん。ほんとだけ、あんま。あ、美味しそうじゃない？じゃあこれ、これを、はい、いただきます。辛い？どう？辛くて美味しい。辛くて美味しい、うん、食べるまま、うん、うん、ガーリックって感じ。
でもなんか味がさらに濃くなるね。うん、ただでさえ濃いのにこれね。めっちゃ喉乾く。ちょっと映ろう。めちゃくちゃさ。めちゃくちゃさ。水飲まないチャレンジ。無理。無理は無理。都市伝説。都市伝説。うん、ドラえもん分かんない私、うん、なんで3センチ浮いてるとかやばくない？ 3 ミリか、なんで浮いてるんだろう。浮いてるの？浮いてるんだよドラえもん。浮いてるんだよ、なんで浮いてるんだろう。分からない。なんか都市伝説がかなあるのかな。ねえ、どんな都市伝説あるパパ。ジャイコの本名。ジャイコの本名なんで急にジャイコなんで急にジャイコネットがすごい遅くなっちゃった。ジャイコの本名見るなってことかな。マジでゴーダジャイコ。ジャイコはあだ名でしょ。あ、そうなの。何ジャイコ。あれジャイアンもあだ名だよ。あ、そっか、たけしだもんね。たけしだが。あれ妹はなんて名前なの。だそれが見るんだよ。あ、そっか。それなんか映んなくなっちゃった。見るなってことかな。なに、めっちゃ怖い名前なのかな。うん、例えばゴーダシロ。やめて。無理ですか？しおちゃんも無理です。ギブアップ。お腹いっぱいで頭クラクラして、うん、頭クラクラしてきた。大丈夫？でもいっぱい食べるとコロナにかかりづらくなるんだよね。え？栄養をとってるよね。もう結構偏ってますね。確かに。偏ってますね。はい、本当偏ってますね。だから明日はちょっと野菜中心の、野菜食べたいです。はい、バランスよくね、あの、はい、しな食べないとダメだからね。はい。はい。というわけで、というわけでちょっとね食べきれなかったんですけども、しろちゃんでも結構食べたよね。何本？5本食べました。5本食べました。トップです。パパと並んでトップ。うそ、しろ5本？うん。ママ4本。え、4本？え、4本？5本？10分ぐらいいたかと思った。ね、パパボロボロ食べるかと思ったけど。苦しい。ということで、あまり大食いという大食いまでいかなかったんですけど、ちょっともうこれ以上みんなギブアップですね。うん、やっぱしほりみけは大食いは向いてないと、うん、はい、向いてないと。申し訳ございません、こちら食べれなくて。あ、やばい、申し訳ございません。でもね、これはまたね、明日とか食べたいと思います。はい、はい、というわけで、それでは、バイバーイ。